光点とは光点運動を行う天体の軌道が基準面と交わる二つの点のことである。基準面としては地震軌道の天体では赤道面、地震軌道の天体では王道面が用いられる。二つの光点のうち天体の軌道が南半球から北半球に向かって北向きに交差する点を小光点、北半球から南半球に向かって 南向きに交差する点を高校点と呼ぶ。天体の軌道面と基準面との交線をラインオブノーズと呼ぶ。基準面が王道面の場合も赤道面の場合も基準面に対する南北は地球の地軸の南北に合わせて定義されている。これ以外の基準面の場合には適当な定義が必要となる。太陽を地震軌道の天体とみなした場合の赤道面に対する昇降点が春分点。 高光点が周分点である。なお、軌道傾斜角が0度の軌道には、高点はないので、王道面は地球の高点面であるから、非神軌道の天体である地球の昇光点は存在しない。昇光点を表す記号は、高光点を表す記号はである。先生術では、王道面に対する月の高点を、西洋先生術では昇光点を、ドラゴンヘッド、 高光点をドラゴンテール、インド先生術では小光点をラーフ、高光点をケートと呼ぶ。月の光点は月が太陽からの重力を受けて再三運動を行うため、ゆっくりと西へ移動している。光点ありがとうございます。